レモンの酸味の原因はビタミン C ではなくクエン酸知りませんでした南品おやじです本日のテーマは最新利回り5.0%日本食品加工高配当銘柄ということで配当利回り5%の日本食品加工をご紹介いたします 証券コード2892日本食品加工本日の終値、ね、1799円時価総額は115億円 ROE が 6.36%ROA、e、が3.47% PER が7.1倍、PBR0.42 倍と割安感があります。配当利回りが教員の5%、自己資本比率55%の会社です。企業の概要ですけども、食品工業素材メーカーでありまして、三菱商事の子会社でありますし、三菱商事が大株主、筆頭株主であります。主な製造、 のものですけども、でんぷんですね。こちらが非常に有名な会社であります。ですね食品用素材、工業用品製素材、ファインケミカル製品、副製品ということで、主にこれでんぷんと読みますが、でんぷんで有名な会社であります。それでは、日本食品加工の通期の決算。 予定を見ていきましょう今期はです、ね、非常に好調でありまして、売上高12%アップ、最終利益1.7%アップということで、着地しそうであります、しかしながら2019年、20年とです、ね、非常に落ち込みましたが、なんとかです、ね、21年、22年と回復してきております。 3ヶ月ごと決算を見ていきます。21年の1月から3月、非常に落ち込んでいるのが目につきますし、今期というか、最新の決算も、ですね売上こそ、まあまあの数字出ておりますが、利益に関してはすべて赤字ということになっております。キャッシュフローの方ですね こちらです、ね、借金の返済、まあですね、負債の減を返済したということになっておりますが、営業キャッシュフローはです、ね、非常に好調でありまして、本業ではしっかり設けております、自己資本比率50%台で推移しており、総資産、自己資本は減らしておりませんし、有利負債もかなり低い数字となっております。 配当の推移を見ていきますが、かなり乱高下激しいですけれども、今期はしっかりと配当を出してきておるにもかかわらず、配当成功34%ですので、今期ですね、もしっかりと配当を出してきて5、5%という予定であります。今後を見ていきたいんですけども、澱粉部門というのが主な部門なんですけども、こちらですね。 やはりトウモロコシのです、ね、相場、シカゴ相場ですね、こちらに非常に左右されるということで、原材料の高騰、それからですね、為替も非常に影響されますので、まあ、こちらがですね、 まあ防げないというか、どうしようもできないんですけれども、やっぱりですね、そちらの市場の方を注視しなければいけないというところがあります。まあ、コーンスターチンも一緒ですね、トウモロコシ相場、こちらがシカゴ相場の方になるんですけれども。 非常にですね影響を受けるということだけは頭に入れておいてください。しかしながら、ですねこのトウモロコシで開発されたです、ね、んぷん、食品分野、工業分野で非常にですねはあの使われますので今後、ですねコーンスターチという言葉が出てきたらこの銘柄をチェックするといいでしょう。 食品分野、工業分野もあるんですけども、まあ主にですけども、ビール、練り製品、揚げ物、冷凍食品に使われておりますが、まあ今後、減りはしないですし、まあ食品がなくなるということもないんですけども、まあ大きな伸びはないのかなという感じをいたします。むしろ工業分野、その他ですね、ファインケミカル食品、あと副製品ですね、コーンサラダ油、 とかですねえー、グルデンフィードとかいうものがです、ね、今後伸びればこちらの方も伸びるかなという感じはいたします。で主な取引先はです、ねまあ、大株主である三菱商事あとです、ね、ビールなどのキリンビール等がございます。 その他にもタピオカ、デンプン食品分野というものがありまして製品の用途としましてはコーンスターチ、ワキシースターチ、タピオカデンコということで利用分野としましては多岐にわたっております。続いて銘柄カルテということで。 長期業績トレンド、7期連続減収になっております。短期で見ましても、経常利益、減益となっております。前年同期比 マイナス251.4%先ほど3ヶ月決算を見ていただきましたが、まあ、赤字になっておりますが売上高としてはそんなに減っておりませんで今期に至ってはです、ね、経常利益も,もう第3クォーターで114.6%ということで目標達成はしているのが現状でありますで売上高で見ますとです、ね、進捗率は75%ちょっと超えるぐらいというところを見ますとですね、まあ 売上はそこそこ出ているけど、経常利益がです、ね、今まで出てなくて、今期は出ているというふうに見て取れます。 最後に株価チャート、月き足で見ます。2017年に3590円つけておりますが、ほぼ2500円から1500円の中でボックス相場続いております。これにはです、ね、理由がありまして、約定回数が少ない、それから取引高も少ないということで、まあ、これはです、ね、安定しているという,かいうよりもです、ね、あまり注目されていないというところがです、ねまあ、正直なところではないでしょうか。 本日は以上となります。日本食品加工、まあ、澱粉を主に取り扱っている会社でありまして非常にマニアックな銘柄でありますが高配当であり、まあ、今現在ですね割安感もありますのでぜひ検討してみてください。あとですねまだまだチャンネル登録コメントの方いただいておりません。ぜひですね、まあ、何気ない、 コメント、私に対する質問等ありましたらぜひお願いいたします。本日は以上です。難品おやじでした。